どうも、メガネです。とうとう始まりました。Amazon 初売りセール。1月7日から23時59分まで、いい1年を笑顔で始めようという Amazon のセールが開催されております。今回の動画では、ガジェットに絞っておすすめの商品を30個ほどご紹介していきます。初売りセールのお買い物の参考にしていただければ幸いです。ということで、早速 Amazon 初売りセールのおすすめ商品やっていきましょう。の前に一番最初にね、ここにエントリー済みになってるんですけれども、最大 10% のポイントアップキャンペーンが開催されております。こちらのキャンペーンに関しては、プライム会員なら 1.5% で、Amazon のアプリを使うことで 0.5%、Amazon マスターカード、まあクレジットカードを使うことでプラス 3% のポイント還元を受けることができます。さらに今回だと、ロボット掃除機だったり、メンズシェーバーだったりっていうのを買えば、さらに 5% ポイントアップ還元を受けることができます。詳しくはこんな感じになっていて、プライム会員だったらプラス 1.5% でアプリで購入することでプラス 0.5%、Amazon マスターカードでプラス 3% で、先ほどのポイントアップキャンペーンの対象商品を購入することでプラス 5% の最大 10% ポイント還元を受けることができます。自分の場合は Amazon マスターカードも使っているので、基本的には 5% のポイント還元を受けることができてますね。ただこのポイントに関しては期間限定ポイントになっていて、ポイントが確定される次の翌日までが有効期限になってあるので、これに関してはずっと使えるわけではないっていうのを注意していただければというふうに思います。ということで、まず一つ目が Kindle Unlimited の読み放題サービス3ヶ月99円セールということで、こちらに関してはね、自分も加入しているんですけれども、こういう感じで漫画を読むことができたり、雑誌を読むことができたり、あとは普通の書籍も読むことができるっていうところで、最初の書籍が読み放題のサービスとなっております。Kindle Unlimited は月額980円かかるんですけれども、今回の初売りセールでは3ヶ月99円で利用することができるので、2024年は読書を頑張りたい、雑誌を読んでいきたい、漫画を読んでいきたいっていう方は、Kindle Unlimited をチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ということで、早速商品ご紹介するんですけれども、まず一つ目がイヤーファンの AirPro3 ということで、2023年のコスパ最強完全ワイヤレスイヤホンとしてもうずっと1位になってた商品となっております。レビュー件数に関してもね、ほぼ5000レビューの星 4.3 ということで、驚異的な商品となっております。ノイキャン概要のトリコにマルチポイント、ワイヤレス充電にも対応しているし、6790円で購入することができるし、400円オフクーポンも適用することができるので、とりあえずお安く完全ワイヤレスイヤホンが欲しいっていう方はイヤーファン AirPro3 選んでみてください。イヤーファン AirPro3 の強化版がイヤーファンのフリープロ3で、こちらに関してはスティックタイプではなくて豆型のイヤホンとなっていて、こちらに関しては7190円でちょっとね、価格上がってしまうんですけれども、ケースがめちゃめちゃコンパクトなので持ち運びにも最適だし、ノイキャン性能に関してもフリープロ3の方が高いというふうに思うので、もうちょいお金出せるっていう方はイヤファンフリープロ3もおすすめです。で、今回のセールでは結構目玉商品なのがこちらのゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス3で、2022年の商品になるのでね、ちょっと片打ちにはなるんですけれども、今回のセールでもともと39,930円、今回の初売りセールで36,78円になっていて、さらにクーポンで7,130円分オフすることができるので、結果的にはね、23,000円ぐらいで購入することができます。ゼンハイザーモメンタムトゥルーワイヤレス3に関しては、音質はベラボーに良くて、ノイキャンも外音取り込みも搭載しているし、ワイヤレス充電にも対応しているし、マルチポイントも搭載しているし、外音取り込みと一緒に一時停止もできるっていうような感じで、音質も機能性もめちゃめちゃ高い完全ワイヤレス音となっております。ただノイキャン性能が若干低いので、ノイキャン重視の方はちょっと避けるのがいいんですけれども、それ以外の人はめちゃめちゃおすすめなので、ぜひともチェックしてみてください。ノイキャンの完全ワイヤレスイヤホンで言えば、ソニー WS10X Mark5、 今愛用しているんですけれども、 WS10X Mark5 に関してはセール価格にはなっていないし、配送料も300円かかるっていうところで、これに関してはね、セール対象になってないので、もし安くなってたら買うっていうぐらいがいいかなというふうに思います。その一方で、前作であるソニー WS10X Mark4 の方だったら 25,800円ということで、価格に関しては徐々に下がっていって、一時期は 2万1000円で購入することができたんですけれども、ちょこちょこ安くなっているタイミングがあるので、これ安いなって思ったタイミングで購入するのがいいかなというふうに思います。正直 WS10X Mark4 の時点でかなりレベルが高いので、ノイキャンの完全ワイヤレスイヤホンが欲しいっていう方はチェックしてみてください。レビュー件数が1万件を超えているっていうえげつないイヤホンとなっております。ヘッドホンに関しては、同じくソニーの WH-CH720N は購入してめちゃめちゃ軽いなっていうことで、レビュー記事だってレビュー動画を出しました。こちらのヘッドホンに関しては廉価版のヘッドホンということで、質感に関してはね、かなりプラスチッキーなんですけれども、めちゃめちゃ軽いので、首からぶら下げてても全然気にならないし、ヘッドホンをつけてたとしてもヘッドホン自体の重量はほとんど感じないというふうに思うので、とにかく軽いヘッドホン欲しいっていう方はチェックしてみてください。有名なブランドの開放型の完全ワイヤレスイヤホンで、安いのがこちらのトゥルーフリーの O1 で、セール価格ではないんですけれども、1000円オフクーポンを使うことで4380円で購入することができます。 16.2mm のダイナミックドライバー搭載で、開放型なのに低音がそんなにスカスカにならないし、マルチポイントにも対応しているので、スマホと PC など複数デバイスをよく使うって方におすすめです。開放型の完全ワイヤレスイヤホンは1万円2万円オーバーのものがたくさんあるんですけれども、いきなりそういうのは買えないっていう方はトゥルーフリーの O1 もチェックしてみてください。続いては充電器系なんですけれども、今家で使っているのはこちらのユーグリのネクソードの 100W4 ポ
ポートの充電器で、Type-C3 発で Type-A1 発っていうことで、まあ、家でたくさんのデバイスを同時に充電したいっていう時に重宝します。質感としても若干なんかアルミっぽいような感じで、ひんやりとした質感なので、まあ、デスク上で高級感ある充電器が欲しいっていう方はぜひともチェックしてみてください。小型かつ多ポートが欲しいっていう方は、こちらの CIO の Nova ポートトリオ 65W がいいかなというふうに思います。こちらに関しては Type-C が2発の Type-A が1発っていう3ポート構成になっていて、まあ、ちょっとした外出だったり複数デバイスを一気に充電したいっていう時に重宝します。何よりも特徴なのが超小型サイズっていうことで、卵と同じようなサイズで 65W の充電することができるので、小型で高出力の充電器が欲しいっていう方はチェックしてみてください。充電器を紹介したのでケーブルも紹介しておきます。アンカーのパワーライン3フロー USB-C2C のケーブルはこちらはかなりおすすめかなというふうに思います。こちらのケーブルはめちゃめちゃ有名なんですけれども、シリコン素材を使用しているのでめちゃめちゃしなやかで跡がつかないしサラサラ素材なので、手触りはめちゃめちゃいいケーブルとなっております。さらにカラーリングも豊富で長さもね2種類から選択することができるので、自分の用途に合わせてケーブルを選んでみてください。もちろん USB-C2 ライトニングのケーブルもあるので、iPhone15 より古い iPhone を使っている方はこちらもチェックしてみてください。CIO からも絡まないケーブルが発売されていて、CIO の場合だったら1メートルと 0.5 メートルと2メートル発売されているし、L 字タイプも発売されております。CIO はこちらのパープルのカラーがめちゃめちゃ目立つので、暗いところでも使いたいっていう方はこちらのパープルおすすめです。CIO のコンセント内蔵のモバイルバッテリーも割とおすすめで、合計 42W の出力ができて、単体で 30W 充電することができるので、MacBook Air ぐらいだったらこちらのモバイルバッテリーだけでも充電できるかなというふうに思います。容量が1万mAh あるので、まあ、ちょっとした外出でも活躍するかなというふうに思います。で、これはマジで買ってよかったものとして、シスピーの USB Type-C のマグネットアダプターをご紹介します。こちらのマグネット端子は Type-C ケーブルの先端につけてあげて、この呼気をスマホだったり PC に接続してあげることによって、磁石で簡単にパチッとつけて充電だったりデータ転送することができます。こちらのマグネット端子を導入してから USB-C ケーブルをスマホにわざわざ挿して充電するっていう機会がなくなったので、めちゃめちゃおすすめの商品となっております。マグネットで簡単に着脱することができるので、ケーブルの先端に下手に負荷がかかって折れるっていうこともなく、簡単にね、パチッと折れるので、めちゃめちゃおすすめの商品となっております。ただ使いやすい IG タイプが 140W 対応の上位モデルしか発売されてないので、もしかしたら売り切れになる可能性があるので、欲しい方はお早めにチェックしてみてください。スマホ関係でおすすめのリングはこちらのメイキーのマグネットリングで、こちらのリングはマグセーフでこういう感じでパチッとくっつけてあげて、2段式のリングとして活躍することができます。2段式なんでこういう感じで、ね、縦置きするときもめちゃめちゃ楽だし、横置きするときもリングをくるっと回転させることで、簡単に角度も変えることができるし、まあ、2段式だからこそ普通のマグセーフリングとしても使うことができます。自分 iPhone15 Pro と Galaxy Z Fold 5に1つずつつけているんですけれども、Galaxy Z Fold 5の重量にも普通に耐えることができるリングなので、マグセーフリング欲しいなって思ってた方はぜひともチェックしてみてください。両面磁石吸着黒。あ、これ両側にも付けられるタイプが登場してますね。これ欲しいな。ちょっとカート入れます。続いては XP ペンの ACK05 って左手デバイスで、左手デバイスっていうのは2万円、3万円超えてくるものが多数あるんですけれども、こちらの ACK05 に関しては5380円っていうことで、1万円を切った価格で今回購入することができます。まあ、見てわかる通り、10個のボタンとあとは1つのダイヤルを搭載してあるので、いろんな操作を ACK05 1つで実現することができます。さらにレイヤー機能も搭載してあるので、今はね、10個とあとはダイヤルが1つしかないんですけれども、レイヤーを切り替えることで同じボタンでも違う動作を割り振ることができます。こちらの XP ペンの ACK05 を導入してから動画編集がめちゃめちゃ楽になったので、これからね、左手デバイスをお安く購入したいっていう方はチェックしてみてください。で、今デスクマットで使ってるのがこちらのナチュラルコルクのデスクマットで、表面がね、レザー調になっていて、背面がコルクっていうところで、ただのデスクマットではあるんですけれども、若干高級感のあるデスクマットとなっております。持ってるのはブラックなんですけれども、カラーがいろいろあるので、自分のデスク環境に合わせて購入していただければ、所有欲を生み出せるかなというふうに思います。今使ってるデスクの足と天板がそれぞれフレキシスポットの E7 の、足が黒のやつとカーブ式の天板を使っております。フレキシスポット E7 は電動昇降デスクで、こういう感じでね、デスクの高さを変えることができるので、立ち作業もできるし、座り作業もできるし、座り作業の時のデスクの高さを微妙に調節することで、作業環境を改善することができます。Amazon 上だったら、フレキシスポットの足だけ購入することもできるし、天板も一緒に購入することができるので、デスクを新調したいっていう方は、この機会にチェックしてみてください。で、モニターにつけるモニターライト、バーライトに関しては、クンティスのもこちらで全然十分かなというふうに思います。モニターライトっていうのは、モニターに取り付けることで、デスク上を柔らかく照らしてくれるアイテムで、こちらのクンティスの L206 っていうアイテムは、6500K から3000K っていうことで、無段階で輝度の調光だったり、あとは照明モードを変更することができます。自分は作業している昼間は白系の光にして、夜になったら暖色系の光に切り替えることで、まあ、明の保護もしつつ気分もリラックスしたり気分の入れ替えをしております。モニターライトに関しては1万円、2万円超えてくるような商品が多数あるんですけれども、単にモニターライトとして使うんだったら、こちらのクンティスの L206 っていう4151円で買えるモニターライトでも十分なので、ぜひともチェックしてみてください。最近この商品の良さに気づいたっていうのはこちらのユーグリーンの USB ハブで、こちらに関しては USB-C
からそのまんまタイプ A が2発だったり、 SD カードを入れることができたり、タイプ C が1発だったりっていうところで、まあ至って普通の USB ハブなんですけれども、ホテルに泊まった時に有線 LAN をケーブルでつなぐことができて、まあ、ホテルのねクソ弱 Wi-Fi を使わずに有線 LAN の爆速インターネットを実現することができたので、こちらに関しては買ってよかったなというふうに思います。さらにキーボードだったりマウスは USB レシーバーじゃなくて Bluetooth で接続している人は USB レシーバーを使うことで遅延を少なくして作業することができるし、 Mac は結構 USB 接続しまくったらめちゃめちゃ音途切れとかしちゃうんで、まあ、そういう人はね USB レシーバーをこちらのハブにかましてあげれば Mac でも快適に作業することができます。価格は3919円で、 Type-C がねサンダーボルトじゃないのでそのまま映像出力はできないんですけれども、お安く USB ハブが欲しいっていう方は質感もいいこちらのユーグリーンの USB ハブチェックしてみてください。でこれめちゃめちゃびっくりしてるんですけれども、 ER ギアのモニターアームが2924円っていうことで、購入した2022年から2年くらいずっと使っているんですけれども、全然問題なく使用することができております。もちろん安いので可動域がちょっと狭かったり、可動がねちょっと硬かったりはするんですけれども、据え置きでディスプレイだったり、あとはパソコンを使うっていう方はこちらの3000円くらいで購入できるモニターアームを検討していただければというふうに思います。もちろんねモニターアームに関してはめちゃめちゃ高いやつの方が性能としてはいいんですけれども、そんなお金出してられへん、試しで買ってみたいっていう方はチェックしてみてください。ロジクルのトラックボールマウス MX-ELGO に関しても今回はセールで1万2000円くらいで購入することができます。先に注意点言っておくと、ロジクルの MX-ELGO に関しては2種類あって、1年保証の新型と2年保証の旧版ということで、まあ、2年保証の方はねもちろん価格は高くなるんですけれども、基本的な性能としては全く一緒です。こちらの1年保証の方が発売された時は新商品っていう風な感じで銘打ってたんですけれども、結局中身は全く一緒だったので、そこは注意いただければというふうに思います。 MX-ELGO はトラックボールマウスなので、こういう感じで、ね、ボールを親指で動かしてあげることで操作することができて、さらに角度を調節してあげることで手の負担を極限まで減らすことができます。ただ難点なのが USB の端子がマイクロ B なので、まあ、最近のね Type-C ばっかで固めているガジェット好きにとってはちょっとね使いづらいところはあるんですけれども、操作性だったりアプリを使ったカスタムの違いで言えば MX-ELGO はかなりおすすめなのでチェックしてみてください。スイッチボットハブミニもしくはスイッチボットハブ2を持ってない方はこの機会に購入していただくのをお勧めします。ハブミニもハブ2もできることは同じで、こういう感じでねありとあらゆるリモコンも覚えさせることで、アレックを使った音声操作だったりスマホ操作で簡単にエアコンだったり扇風機だったりっていうのを動かすことができます。両者の違いとしてはハブミニがただ単にそういうリモコンを操作することができる機能に特化している一方で、ハブミニに関しては温度と湿度とあとはオンオフボタンを搭載しているっていうところで、より多機能に使いたいって方はハブ2がおすすめです。自分は温度だったり湿度だったりは別で管理しているし、オンオフボタンも別にいらないかなというふうに思っているので、まあ、ずっとねハブミニを使っているんですけれども、これから導入したいって方はどちらか購入していただくのをおすすめします。本当にスマート家電を導入することで生活がマジで変わるのでおすすめです。その他スイッチボット製品で購入してほしいのはこちらのスイッチボットのボットで、何ができるかっていうと、こういう感じでインターホンだったりコーヒーメーカーだったり空気清浄機だったり、あとは我が家だったら廊下の電気をつけるボタンにこちらのスイッチボットのボットを取り付けてあげることによって、スマホで簡単にボタンを押したり逆にボタンを引いたりっていうことができるし、アレックを使って音声で廊下の電気をつけたりっていうことができます。いちいちスマホをいじったり音声で操作するのが面倒っていう方はこちらのスイッチボットのリモートボタンもおすすめで、スイッチボットのリモートボタンはただのボタンで、このボタンを押すことによって他のスイッチボット製品のオンオフだったりっていうのを切り替えをすることができます。例えばこのボタンを押せばスイッチボットのボットを押すっていう操作にしたり、このボタンを押すことによってスイッチボットのカーテンが自動に動くようにしたりっていうことで、まあ、めちゃめちゃシンプルではあるんですけれども、ここにボタン欲しかったなっていうところに外付けでボタンを取り付けることができるっていう点でめちゃめちゃ重宝します。ちょうどここにボタン欲しかったなって考えてた方はぜひともチェックしてみてください。まあ、ハロウィンもクリスマスも終わってしまったんですけれども、スイッチボットの LED テープライトは間接照明としても使うことができるのでおすすめです。例えばこんな感じで階段に取り付けてあげることによって、いちいちね電気をつけなくても足元を柔らかく照らして階段の上り下りをすることができます。我が家はこんな感じでデスク裏にテープライトを貼ることで、作業中は青白い光で集中力を高めつつ、まあ、夜はリラックスできるように暖色系の光に自動で切り替わるようにして、一日の流れを習慣として取り込んでおります。これまで間接照明なかっただったり部屋のライトを使ってたっていう方は、部屋の雰囲気だったりあとは習慣とか変わると思うので、ぜひともチェックしてみてください。習慣系でもう一つスイッチボットカーテンもおすすめします。スイッチボットカーテンはこういう感じでカーテンに外付けしてあげることで、今までね手動で行っていたカーテンを開ける閉めるっていう作業を自動的に行うことができます。アプリで操作することで自動的に開閉することもできるし、ちょっとね手で押すだけで勝手に開閉してくれることもできるし、うちだったら7時にカーテンが開いて18時にカーテンが閉まるっていうのは時間で制御することもできます。こうすることでね、いちいちカーテンを閉めるっていう作業はなくなるし、朝は朝日で目覚めることができるし、まあ、夜は家帰ってきたらもうカーテンが閉まっているっていうことで、まあ、カーテンを開け閉めするっていう無駄な作業は一つ減るっていう点でいいかなというふうに思います。スイッチボットカーテンとスイッチボットカーテンの第3世代の違いに関しては、第3世代の方がよりパワフルになって、まあ、より静音性が増したっていうところで、まあ、基本的な性能としては変わらないかなというふうに思います。うちはこちらの左側の方を使っていて全然不満はないので買い替えることはないんですけれども、
よりパワフルに動かしたいっていう方は右側の第3世代も検討いただければというふうに思います。でさらにスイッチボットカーテンに関してはブラインドポール版もあるのでブラインドを使ってるっていう方はこちらもチェックいただければというふうに思います。でスイッチボット製品でマジで買ってよかったのはこちらのスイッチボットのスマートロックで、今ご紹介しているのはこちらの指紋認証パッドのセットなんですけれども、スイッチボットロックっていうのはこういう感じで外付けで家の鍵につけてあげることでスマホで玄関の鍵を開けることができたり、逆にねオートロックで自動的に閉めることもできるし、指紋認証パッドを使うことで指紋認証とパスワード認証とあとはカード認証もすることができるので、いちいち鍵穴を目指して鍵を挿してぐるっと回してたっていう方はこのスマートロックを導入していただければ世界が変わるかなというふうに思います。初めて買ったのは多分2年くらい前なんですけれども、購入してからマジで家の鍵を開ける閉めるっていう作業がなくなったのでめちゃめちゃおすすめです。ガジェット関係、特にディスプレイ関係でおすすめなのがこちらのエレコムのクリーニングクロスで、もう知ってる方多いと思うんですけれども、こういう感じでディスプレイを拭いてあげることで一瞬でめちゃめちゃ指紋汚れとかが消えるのでおすすめです。サイズ感としては S サイズと M サイズと L サイズがあるんですけれども、基本的に S サイズを購入してしまえばコンパクトだし、パソコンの画面も S サイズで頑張って拭けばなんとかなるので、欲張って L サイズとか購入せずに S サイズ購入するのがいいかなというふうに思います。で最後にねちょっとトリッキーな商品としてソープディスペンサーをご紹介します。ソープディスペンサーは基本的に泡製品を購入する方が多いと思うんですけれども、液体洗剤もプッシュさせてください。液体版のソープディスペンサー何に使うんですかってことなんですけれども、食器洗い洗剤とあとはリステリンに使うことで毎回同じ量をスポンジに取ることができるし、リステリンだったら毎回同じ量をコップに取ることができるので、今日はねリステリンめっちゃ多かったわってこともなくなるし、いちいちリステリンのクソでかいパッケージを傾けてリステリンを出すっていうのは操作も必要なくなるのでめちゃめちゃおすすめです。価格としては2000円切ってあるので、食器用洗剤とあとリステリン用で2つ購入しても4000円5000円切るっていうことで、まだ導入してないっていう方は1月の初売りセールで購入してみてください。ということで今回は Amazon の初売りセールでおすすめの商品を30個ほどご紹介しました。一つでも参考になれば幸いです。皆様のおすすめの商品があればコメント欄でシェアいただけると他の方だったり自分も参考になるかなというふうに思うので、ぜひともコメントしていてください。ちなみに今めちゃめちゃ気になってるのがこちらの X-Real Air 2 Pro っていうことで、次世代のね AR グラスっていうことでちょっとね話題になってるから欲しいんですけれども、 X-Real Air 2 Pro に関しては AR グラスなんでメガネかけてる人にとってはメガネオンメガネになって取り付けることができないし、 Air 2 Pro 本体で視力の矯正をすることができないので、度付きレンズを別で導入して度付きレンズを別で加工してあげないといけないっていう点で、ちょっとね時間もお金もかかるなと。でさらに X-Real Beam っていうものを導入してあげることで、技術的にワイヤレス環境を構築することができるので、 X-Real Beam も欲しいと。そうなると合計10万円ぐらいかかって、しかも期間としても2週間ぐらいかかるっていうことで、ここ1ヶ月ぐらい購入するかどうか迷っているところですね。10万円だし全然使い物にならないってことはないと思うんですけれども、いきなり10万円使うっていうのは若干ビビっているので、 X-Real Air を使っている方の中でここは良かった、ここは微妙だったっていうのがある方はコメント欄でこちらもシェアいただければというふうに思います。 Amazon 初売りセールは2024年の1月7日の23時59分まで開催しております。2024年よりガジェットを楽しんでいくためにどんどんガジェットを購入していきましょう。私メガネはメガテンパというブログを運営しております。こちらのブログではガジェットレビューだったり普段の生活作業をワンランクアップさせるようなガジェットハックを発信しております。概要欄のリンクはこちらも足を運んでみてください。 SNS は Twitter、X、Instagram、スレッズやっております。フォローよろしくお願いいたします。ということでまたいつかどこかでお会いいたしましょう。お相手はメガテンパのメガネでした。バイ。はじめから視力矯正の機能を搭載してくれたらマジで即買いするのにな。あとは科学先通しです。